マコナコです。今回からメタルスラッグ、なんとかクリアまで目指してやっていきたいと思います。レベルは4。果たしてクリアできるのか、全くやったことないような、そのような状況ですけど。クレジット入れて、行きましょう。さて、遊び方。ABC のボタン。A でガン射撃。なんか乗り物の名前がメタルスラッグらしいので、タイトルのね、メタルスラッグ何なのかと思ったら、この乗り物がメタルスラッグらしい。単体のこの乗り物そのものなのか、それとも、こういう乗り物全体がね、メタルスラッグと呼ぶのかわかんないけど。レバー下と B で脱出。さて、難しいと言われてるゲーム、果たしてクリアできるか。これ直近、シミュレーションゲームがね、出るらしいので、そっちがちょっと興味あったから、その前にこの、昔のアクションシューティング、遊んでおきたいなということで。なんか別のゲームね、スマホのゲーム、それを移植されたものを遊んでいたこともあって、まあそれ経由で結構楽しんでいたというのもあったんで、なのでやってみたいというね、意味もなっている。ヘビーマシンガン。あ、これ触っていいのかな？あとこれどうなんだろう、ダメージ性なのか、それとも、あの捕虜を助けるといいことがあるはず。あとちょっとラグがあるね。画面でやってるので。これどうやって下行く？これ触ればいいのか？下行けない？下どうやって行くんだろう。ちょっと待って。怖いね。あ、そうだ。これ時間あるんだったわ。忘れてたけど。フレーム。これ当たっているかどうかわかんないから、それぐらい教えてほしいんだけど。魚。これヘビーマシンガンか。まあ、さすがに、初手でそんな負けるなんてバカなことは。ないと思いたいけど。厄介だね、これ。斜めは打てないのか？水の中入っても大丈夫。バカだ！なんで今ジャンプしちゃったかな？これで、1キャラいなくなる扱いなのか？で、単発になってしまってるので。まあまあ、それでも、なんとかなってんじゃない？乗りたいんだけど、乗りたいんだけど。あと、そう、投げるものもあったな。これか。乗れないか？ビール乗った。ちょっと待って。あの斜め、当たんないんだけど。ほっとくか。あ、壊せたんだ、今の場所。ちょっと待って。出た方がいいか。脱出。まあ、難しいというか、よりかはまだわからないのと、画面がね、ちょっと、録画の仕組みを通して画面見てるので、ラグが結構あるんだよね。まあ、結構って言っても大したことじゃないんだけど。これいけないんだけど。わあ、嘘。全然タイミング取れないんだけど。いや、だってこれ、間に合わないよね。あ、ボム使えか。ボム届かないんだけど。あ、でも今なんか分かったな。前の方に敵が弾打ったから、その隙に進むという手はあったかも。飛んでるね。何くれる？ボムくれた。結構ガンガン使えるんで。当然、コンティニュー大量にやっていくんで。
問題なく勝てると思いたいけど、早めに行った方がいいか。3内ダメか。ちょ、あー、この音楽スマホのアプリの方で聞いて結構小気味いいよね。いいね、いいね、ロケットランチャー。ホービングしてあるのかな。ちょっと倒されちゃう。うん、行きましょう、ガンガン。まあでもこれコンティニューすれば楽に勝てんじゃない。さすがにワンコインはね、厳しいと思う。さて、捕虜救出す。あ、助けた扱いになってないんだ。何かもらえるのかな。ミッションコンプリート。うん、あぶられてんね。斜め上は無理なのかこれ。うん、この人何やってんの。違うよ、違う。うん、時間もあるから早く行かないと本来はいけないんだろうけど、これは自分も穴埋め歩きできるね。うん、アイテム取った。うん、敵せっかくバフーカ持ってるのに全く使うことなく、いい感じにこんがりと焼けてくれている。わあ、嘘、分かっちゃいたんだけど。ちょっと待って、接近戦できんのかなこれ。うん、飛び越すことはできる。あのレバー関係なかったのか。これアイテム取れそうじゃない。うん、ロケットね。でもこれガンガンとボムでも、もうボム3しかないか。あ、一応ホーミング性はありそうか。うん、狙ってくれている。いいね。うん、これさらに出てくる。あれは下行った方がいいのか。これはどうなんだろう。うわー、嘘急に投げられてもな。あれ取りに行きたいけどどうなんだろうな。行って倒されないんであればいいんだけど。うーん、まあ倒されるよね多分。あとこれどうすればいいんだろう。このままここで戦ってていいのか。あ、いや、自分も降りられるわ。で、多分キャラと重なっても壊されるアスパイにはならないので、ここでずっと打ってればいいんじゃないの。うん、うん、うん、大丈夫か。ちょっとガン、スライディングみたいなものがあればいいけど、多分ないと思うので、盾ごと吹き飛ばせる。うん、さて上、ボムは復活してるけどダメか、届かないか。なんだこの弾、回避はすごくしやすいけど。まあ、なんでジャンプしちゃったんだろう。行きましょう、ガンガン。倒しきったか。うん、多分。ああ、なにこれ、なにこれ。ちょっと待って、これさ、隙ないんじゃないの。
これ難しい。これ一個一個かわすの今の。小ジャンプできんのかな。乗る。うん、大量に掘りを。大丈夫か、自分は殺されてないと思いたい。これそっか、弾の現代だから適当に打ってもいいのか。で連射はできないので、連射機能は多分くっつけてないんで、設定で選べたはずだけどね。だって今動かせない。勝手に上に乗って突進か。ここなんか上がりそうだね。うん、ね、ちょっと待って、これはまあ一番これ大丈夫。あー出なくていいよ。うん、これでずっとやってきたいけどしゃがめない。うわーダメだ。あの弾は壊せないか。あーなんか厄介な動きしてんねなんで今突っ込んできた。ちょっと待って、暗すぎるしないか。これは反対が来ないね。前の方行ってけばよかったってことか。うんうんうん、壊せないよねこれね。あーガンガン行きましょう。うん、また別の攻撃やってきてる。これ避けようがないと思うんだけど、もう当たるか当たんないか運じゃないの。今ジャンプしたかったけど多分ラグでしょ。いいねミサイル自分が食らうのは客に触るけど、このミサイル弾尽きている。これ斜めができないからな。うわダメだ、逃げ切れない。あーあのなんか大佐みたいな。倒し切った、逃げてるね。いやー難しいけど、もうコイン連打でいくらでも勝てそうなんで、そしてまた捕虜を捕まえてないと、捕まえてないというかね、解放してないというか、捕まえないと。ミッション2クリア。いいね、結構気軽に遊べるね。それこそ昔もコインがあればいくらでもクリアできたかのようなゲーム内容なんじゃないかな。どうやって登る？こっち側か。うんうん、こっち側行ってからじゃないとダメ。あ、そっか、ナイフ使えるから接近した方がいいのか。肉、あの斜めどうしろってのちょっと待って、相打ちになってんだけど。うんうん、これは大したことやってこなかったはず。閉じ込められてるよ角に。うん、まあまあまあ、これでもここまででもない。そして上に熊のぬいぐるみ。こっちが池になってる。デンジャー。うん、あっちを押して。待って、ちょ、それは無理だよ。手前が乗れないのかな？これスイッチ押すんでね。何回も押さないとダメってことか。なんでそれ最初浮いてんの。多分あれ壊すんだと思うんだけど、壊しきった。ジャンプをしたんだけどな。ここら辺がラグなんだろうね、多分ね、自分の。テンポが遅れたとかじゃなくて、表示と。
なんか今隠すぎだね。あ、ここダメだったな。落ちたら隠す気の方に火を持ってかれた。これは関係ないか。ダメなのね。あ、嘘、なんでこれ上乗れないの。ちょっと待って、どうしろってんだろここ。いや、あー、この人見たことあるぞ。スマホのアプリの方で見たわ。まあ、スマホのアプリをコンシューマーとかスティームに移植したもの。おお、まさか目の前こういう食らってないけど。うんうん、ダメか。なんか敵の攻撃当たらないんだけど、あれもボム扱いか。まあダメだ、同じく接近戦仕掛けたけど。あ、でも斜めいけんのかなこれ。うわ、ダメだ。うん、倒し切った。どっちも倒されたけど。あれ関係ないのか、ミサイル。うん、攻撃が、攻撃が当たって。うん、なんかうまく誘導がいってんだかいってないんだか。変な毒キノコみたいなものを取って。あー、今ダンスはちょっと上に上がってたな。なんかトイレみたいなのに引っかかったかな。多分しゃがんでれば大丈夫でしょう。うん、壊して。いや、ほんと小気味いいゲームだね。これ昔からあったってことだもんね。確かに人気が出るのは分かるような気がする。違うか。うん、なんか映ってないな。これそのものもジャンプはできる。よくないよ、よくないよ。うん、攻撃食らってるけど出なきゃダメ。これ下降りらんないんでね。ん、これダメか。もうあの人助けらんないか。助けることはできても合流できないか。うん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 、うわ、危ない。ブブブブブブ。ちょっと下にレバーが入ってた。ここを来たならば即座に壊す。ボタン連打しながらだと下狙うの難しいね。ダメか、下にボム放てるかと思ったけど、この時間は十分。うわ、危ない。うん、まだダメ。ようやく上がってきてくれた。うん、倒し切った。うん、あ、これボス戦の音楽なのか。この音楽もほんと小気味いいから、あれかな、下狙ってくんないな。何この装置。うわー、レーザーみたいなものを放ってきた。そんなことやってくんの。この子は嘘。まあ狙われてるところにいたらダメってことか。うん、ダメか。あ、下行くね。
ボム。ちょちょ、よくないよ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 。あー、ちょっと、何か武器を置いてってもらいたかった。なんかくれる？ボムをくれた。ボム放つタイミングが分かんない。これ捕虜が大量に降りてくんね。あ、これもう一個のところを優先して壊すという手もあるのか。うわー、レーザーやられた。あのこの設置型の攻撃、それを放ってくるところぶつかったらダメなのかな。あー、倒しきったかな。倒しきった。これはそっかそっか、ゼロか。直近たくさん救出したかと思ったけど、この後に倒されてしまってる。ミッション3ね。さて、ミッション4。んー、ちょっと待って、この人なんかすごい攻撃やってきてんだけど、ちょっと待って、逃げられないんだけど、こんなのどうしろっての。うん、猿がいるんだけど、これ上はどうやって入る？戻ってこれるのかな。うわー、うそ、薄ってあっさりとやられてんだけど。いや、もうとっとと行きましょう。とりあえず目的はね、丁寧なクリアじゃなくて単純にクリアしたいだけなんで。この人どこまで行く？当たってないか、これ。うわー、降ってきて。え、今倒されたつかになってる？あ、そう。あ、しかも敵何度も何度も。ダメだよこれ。よく用がなかった。よくないな、ちょっと雑にやりすぎてるような気がする。嘘、今敵の攻撃かな。まあ、当然敵の攻撃だよね。これ以外倒される理由はないから。これがなんかやってきてる。三段か何か。このタイミング、ロケットランチャー大事に使いたい。あー、これもなんか出てきたな、スマホの。うわー、そんな変な動き。ちょっと待って、ポリオの人、ちょっと待って。何くれる？乗れてない。あ、乗れてない。ちょっと待って、操作難しいね。前に弾を放とうと思ってもなかなかうまくいってない。あー、あの捕虜がいなくなってる。S は何だろう、ショットガンか。うん、まあ、それでもなんかいい感じにこのメタルスラップに乗ったら進んでるような気がする。うん、捕虜解放。悪くないんじゃない、これ。このボスか、また。うわー、しかも両睨み。ここはもう強引でいいんで。ミサイルみたいなもの放ってるけど、このタイミングで逆が来た。うわー、まだダメ、まだダメ。うわー、危ない。え、反対側これ向いてくんないの。これ反対側向くってことができないか。あ、投げるものがない。これ下にさ、
だとなんかジャンプボタンでいけるかなとか思ってるんだけど、あ、違うわ、こういう通れるところがあるのか。うわー、こういう食らってる。いや、よくないよ、そこ今。だからなんで逆打っちゃうの。いいタイミングで放ってくるね、敵も。うん、倒しきった。まあ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 、これでステージ4クリアかな。ステージいくつあるんだろう。結構テンポよく進む。でもそれでも30分ぐらいかかってるね。ミッションコンプリート。なんか後ろから追ってくんだけど、これ何、後ろの人大丈夫か。敵かと思ってた。なんかおばさんみたいな感じだったけど、あ、ジャンプしたんだけど、多分ラグだと思う。全部ラグのせいにして自分は悪くないみたいなね。これはかわせる。乗って、え、早くも食らってる。違うよ、危なかった。あ、もう出てこないか。あー、ちょっと今食らってしまったの良くなかった。あー、しかもこれダンスあるね。近寄ってナイフ、うん、いい感じにナイフが。何この人、何この人、後ろに気を取られていた。なんか猫が握りつぶされてるかのような。ここはちょっと厳しいんじゃない、これちょっと待って。ああ、ダメだ、倒されてる。まあダメか、追い詰められてた。手早く倒したい。一応敵の弾も壊せるのか。これ良くないよ。ん、ダメか。なんとか倒した。また乗って。反対側これ向くことができれば一番いいんだけど。なんとか倒してるね。あのミサイル壊したい。あー、倒された使いになってる。あー、何に倒された今。変に突っ込みすぎたか。ここ倒した。さて何くれる。うん、ヘビマシンガン。一応寄ってきてくれる感じだね。あ、やめだ、もうボムがない。うん、だんだんと弾の感覚が手前側になってきてんだけど。いや、もう何も考えずに、ボム連打で。これなんだろうな、攻撃やってくる。あ、前進できなかった。手前が近くにいるとダメって感じか。徐々に弾の感覚が寄ってくるような感じなのかな。うーん、あー、今撃ち落としたかと思ったけど、そうはなってない。倒しきった、いいね。酒飲んでるね。酒か水かわかんないけど。うん、相変わらず捕虜救出できておらず。これでミッション5コンプリート。まあ、8か9ぐらいかな、昔のゲームだと。うん。いや、ファイナルミッションになってるね。
いやー確かにこれ面白いのは分かるような気がするわ。ここまで気軽に当然お金をねガンガン投入する感じになってるからね。これ昔だとね当然まあそれでも50円でワンプレイ遊べたんであれば、さすがに昔のねお金の感覚と今のお金の感覚がちょっと違うから何とも言えないけど、これのがいいか。何に食らった今。ダメだ。もうちょっとしゃがみながらスイスイ動ければいいけど、昔のゲームに今さら言ったところでどうにもならないと思うけど、ダメだ、抜けられなかった。攻撃やってると動けないからダメだよ。ここ、うわー、結構違うか。ボム放つ。このさ、ホーミングのさ、ミサイルはどうしろってんだろう。ちょっと倒すか、もしくはあー弾か、今ここ登ったらいいんだけど、あーボムがなかったのか。これを救出。なんか動きが取れない。あーなるほどね、敵が出てきた。壊された、目の前のショットガン。ポリオンポリオン一緒に。どうなった。あーなるほどね、あポリオンこの人助かってるね、この人も。上上だね。いやー本当にすごいな。確かにこれは評価高いの分かるわ。昔はほとんどやんなかったけどね、1回か2回、やったかやらないかぐらいだと思うけど。ああダメだ、真正面から逃げてしまった。追い詰められてるよ。高速移動がないからね、最近のゲームはもう最近だと高速移動でなんとかしようみたいなものも多いけど。これ降ってきた。ここ足割って出すかになってるか多分だけど、これしゃがみで、あこんなのあったの。操作難しいね。うわミサイルを多分撃ち落とさないとダメだと思うんだけど。どうしようかな、もう全部買っちゃおうかな。23あと X だった距離セールやることがあるらしいから、これ待っても良さそうだ。うわー変にジャンプしちゃったな今、ボム撃つために。ダメかもう。急に海から、あなるほどね、もう見えてるんだ。このサル、サルはあーボムに気を取られて。これをノーミスクリアとかできる人いるってのもすごいよね。最終的には慣れだと思うけど突破できなかった。この転がってるのは避けないとダメ。うわーナイフ片手に迫ってくるね。あれもう倒されてるね、下登ってくる、登ってこないか。まだか、まだか、ここでしょ、まだか。ちょっと待って、失敗してる今。うわー
うんうん、ボムなくなってる。効果力がなくなるともう途端に厳しくなるよね。全然攻撃当てられてない。わあ、何その、まあ上に登ってないとダメってことか。今のはクリーマシンガンで撃ち落としつつ、どうなるどうなる。これ上乗れなかったっけか。ちょっと待って、ミサイルなんかでかいの放ってきそう。これ無理でしょ。あれ、今のはどうすればよかった。一番右にいないとダメとかそういうわけじゃない。違うわ、撃ち落とせばいいのか。何のことはなかった。ジャンプ押したけど今ボタンの少し脇を触った程度だった。ポリオがやってきたけど硬いね。何くれる何くれる。ちょっと待って、上を攻撃しないとダメだったけどついつい逃げてしまう。大丈夫ね、これ、壊せばいいだけ。何の難しいこともなかった。まだか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 、早く倒れて。終わったんじゃない、終わってないの。これここだけでも壊せば、はい、一服。これを振ってきて何くれる。あ、終わっちゃった。ロケットランチャー手に入れたけど、これで全ステージクリア。ひょっとして最後一人救った。最後一人だけ万一等兵を救うことができて、ファイナルミッションコンプリート。いや面白いね、ミッションオールオーバー。一番最初は何だろう、あんまりキャラクター性みたいなものはねなかったね。魔法のアプリをチームに移植されたもの、それをやって興味が出たので、でその後にまたシミュレーションゲーム出るということでね、間もなく出るんでやりたいなとか思ってたけど、一作目クリアできて何より。いや、もっと難しいかと思ったけど、まあ当然難しいんだけど、お金ガンガンかけて進めるのはよかった。それこそ倒されたらね、ステージの最初からとか、そういうことあるかなと思ったけど、そんなこともなく、どこでセーブしようかとかね、考えてたけど、その必要もなく、だいたい40分ちょっとで、クリアとなってます。このあたりのドットの絵が、素晴らしいみたいなね言われ方してたけど、分かるような気がする。あともう当時だともうそろそろだんだんと女性キャラ中心の何かゲームがねたくさん出るみたいなタイミングだと思うけど、そのギリギリのところでね、それでここまでちゃんと戦場で女とか登場させずにね男同士で戦わせ続けたってのはすごいことなのかもしれない。なんだかんだで女性キャラをね入れてくるようなこともあると思うけどね、まあ、出てきたとしたら途中のばあさんが後ろから迫ってきたみたいな、それぐらいだと思うけど。だけどなんか衛星兵的なものが多分後々登場すると思うので、どうしよう、2とか3とかやってみたい気がするな。ここまで気軽に遊べるのかどうかも気になるけど、多分この背景に流れてるのも何かあるんだろうね、ストーリー的なものは。ああ、なんか女性を脱いしたら、ここで女性が花束を手向けていたね。この紙飛行機も何なのかっていう気もするけどね、ここら辺のセンスも。
というわけでおしまいとなってます。無事クリアできて何より。どうしようか、まだメタルスラックシリーズやっていくかどうかちょっと悩み中ですけど。おっと、何これ。更新はしない。いいえ、ゲームオーバー。ピースフォーエバー、平和よ永遠に、的なものになってます。いやー、よかったよかった、面白いね。うん、今後もまた2、3、そして X、まあ評価どうなのかもちょっと見比べてからやるかやらないか検討して、そしてストラテジーゲームのね、シミュレーションゲームの方もまたやっていく予定ですので、興味ありましたら他の動画もご覧いただけたら幸いです。ではでは。